その夏の初め、僕はおばあ様の住むこの田舎町にやってきた。おばあ様の体調が良くなったらすぐに戻れますからね。うん。ほんと、こんな大事な時に転校しなくてはならないなんて。大丈夫だよ、僕だったら。周平さんがそう言ってくれるとおばあ様も安心なさるわ。あ、そうそう、レッスン室のピアノ、昨日のうちに調律は済ませてあるそうよ。じゃあ今日から。ええ、レッスンを始められますよ。うん。周平さんにはお父様のような立派なピアニストになってもらわないと。大きな森ね。あ、ピアノ。どうしたの、周平さん。今ピアノが聞こえなかった？ピアノ？聞こえないわよ。そう、気のせいか。皆さんに新しいお友達を紹介します。天宮周平くんです。じゃあ天宮くん、自己紹介してもらえる？はい、東京から来た天宮周平です。特技は4歳から習っているピアノで、夢はピアニストになることです。みんな静かにしなさい。ピアノだってよ、男のくせに。そうだ、転校生は目立ってはいけない。もし目立ったりすると。天宮周平くん、何？森のピアノって知ってるかな？森のピアノ？学校のそばにでかい森があっただろう。ああ、あの森。あの森にはずっと前から壊れたピアノがあって、もちろん壊れてるから音は出ないんだけど、ところがそのピアノ、なぜか夜になるとボローンボローン、一人でにピアノがボローンボローンボローン。近くで人間の死骸が発見されて、そいつの亡霊が夜な夜な現れてピアノを弾くんじゃないかって噂なんだ。天宮くん、チャレンジするだろう、度胸試し。森に行って弾いてくるんだよ、そのお化けピアノ。え、無理だよ。壊れたピアノなんて弾けないよ。弾けるさ。だって4歳からピアノ習ってんだよ。ポロポロ。そう、目立つとこういう目に遭ってしまう。いいか、これは儀式だ。天宮君が本当にお得かどうか証明する儀式だ。森のお化けピアノを弾いてくるか、それともチンコを見せるか、二つに一つだ。出た、キンピラのチンコ見せろが。これは単なる度胸試しなんだからさ、こだわるなって。音なんか出なくても弾いたことになるんだよ。どうせ出るわけねえんだし。そうそう。ピアノなら音出るぜ。雨宮、心配しなくてもあのピアノは音が出るんだ。え、
出まかせ言うなかい。俺が試したとき音なんか出なかったんだぞ。さあ、それはキンピラが相当ビビってたからじゃないか。ビビってピアノが弾けなかったんだよ。お前こそみんなに見せてやればいいよ。ちーっこい。ブクラーリンコン。よくも言ったな。いたー、この嘘つきやろ。くる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 、あのピアノは音なんか出るか。嘘じゃない。あれは俺のピアノだからよく知ってるんだ。お前のピアノだとは。なあかい、お前んちみたいな貧乏でどうしたらピアノなんか買えるんだよ。ああそうか、盗んだんだろう。おめんちの周りって泥棒だらけだもんな。それとも母ちゃんのお客に買ってもらったのか。答えろよかい。捨ててあったから拾ったんだ。教えてやるよキンピラ。俺は金で買えないものをいっぱい持ってるんだ。例えばでかいチンコは。俺に舐めた口聞くんじゃねえ。てめえこそ喋るんじゃねえ。てめえの脳は腐ってっから息がくせえんだよ。うんのやる。何をしている。掃除が済んだら早く帰りなさい。アジの掃除だ。お尻が見た。まだ用があるのかね。あ、どうしよう。帰りたいのに足がすくんじゃって。ないなら帰りなさい。あの森のピアノの噂は本当ですか。森のピアノの話は嘘だ。面白半分で作る学校の七不思議みたいなものだよ。わかりました。さよなら。こら待て、一ノ瀬。何度言ったらわかる。今度喧嘩をしたら。嘘つきの言うことなんか聞かねえよ。嘘つき？森のピアノは壊れているけど音は出る。あれは俺のピアノだからな。君のピアノ？何でもわかったような口を聞くな。正しくもないのに。一ノ瀬くん、帰でいいよ。なあ雨宮、これから森のピアノが音が出るってこと証明しようぜ。え、今から。ああ来いよ。ちょっと待ってよカイくん。遅いぞ雨宮。お前足遅いな。カイ君、どうして助けてくれたの？ん？助ける？ほら、掃除、トキ。ああ、お前、ピアノ弾くんだろ？え？うん。俺もだ。カイ君も？だから、なんか嬉しかったよ。ん？行こうぜ。あ、ちょっと待って。僕は手を怪我するわけにはいかないんだ。これでよし。でもこんな広い森で本当にピアノのところへ行きつけるのかい。行けるさ。俺は毎日行ってんだぜ。目をつぶったって
雨宮、お前ってすっげえついてるかも。え、ほら今日のピアノも上機嫌。え、ピアノだ。これが森のピアノ。こんなところに嘘みたいだ。まるでステージみたいに綺麗。こんなの僕初めて見たよ。夜はもっと綺麗なんだぜ。じゃあカイ君、僕弾くね。ちゃんと証人になってね。うん。やっぱり壊れてるよ。音が出ない。そんなことない、音は出るよ。でもほら、もっと強く弾いてみて。ちょっと貸して。音が出ないこと今まで一度だって。え、ほら。どうしてどうして音が出るの？どうしてカイ君に音が出せるの？ねえ、カイ君。もう、俺だってわかんねえよ。これは俺のピアノだから、こいつ俺だけに心開いてんじゃねえの？きっと何か特別な弾き方があるんだ。うん？カイ君、何か曲弾けない？それで何かわかるかもしれない。しょうがねえな。カイ君。え？カイ君、どう言っていいかわからないくらいすごいよ。バカ言うなよ、大葉なやつ。本当だってば。音が出せるだけでも驚きなのに、弾けるなんて。ひえ、照れくせ。人に聞かせるなんて初めてだ。照れることないじゃないか。誰に聞かせても恥ずかしくないよ。ねえねえ、誰に習ってるの？習う？習ったことなんてねえよ。え、今まで一度も？はぁ、あ。キンピラも言ってたろ？俺んち貧乏なんだよ。あ。それに習うなんて堅苦しいこと向いてねえしな。カイ君、よかったら、僕の家のピアノを弾きに来ない？え？アマミヤんちのピアノ？ああ、そっか！お前んち家の中にピアノあるんだよな。レッスン室なら、グランドピアノもあるし。すっげえ！レッスン室あんの？お前んち。雨宮、超すげえよこのピアノ。軽くて指がものすごく速く動くんだ。まるで魔法にかかったみたい。カイ君もっと優しく弾かないと。いつものように。え？いつもと同じだよ。今度はもっとゆっくり弾いてみて。ゆっくり？そうだよカイ君、
そのままそのまま気を抜いちゃダメだよ。そうそう、やればできるじゃないか。なんかこれ疲れるし楽しくね。しっかりカイ君、練習なんだから楽しくはないよ。だってピアノは遊びだぜ。雨宮は楽しくないのか。え、遊びじゃないんだ。辛い練習を乗り越えないとピアニストにはなれない。ふん、はい、じゃあそのままの感じで弾いてみよう。アジノもそうだけどよ、もう少し楽しそうに音楽の授業とかやれないもんかね。アジノ先生も遊びで音楽を教えているわけじゃないんだから。アジノ？こんにちは、周平さん。そちらお友達？うん、一ノ瀬海君。こんにちは。周平の母です。あなたもピアノ？一ノ瀬君。うん、遊びでなら弾くけど、ちゃんとしたピアノは難しいや。大丈夫だよ、海君。練習して慣れればすぐだよ。ねえ、さっき言ってたアジノ先生って。うん、音楽の先生。すっごく怖い先生なんだ。まさか、アジノソウスケって言うんじゃ。うん、そうだよ。みんな陰でアジノソウシキって呼んでるけど、いつもソウシキみたいな顔してるんだ。まさか、そんなこと。この人。ああ、これアジノだ。すげえ若いけどアジノだ。お母さん、アジノ先生を知ってるの？知ってるも何も、彼は私たち音大生の憧れのピアニストだったのよ。え、ピアニストって？アジノ宗介は学生のうちに国内のコンクールというコンクールは全て制覇して、大学を卒業と同時にピアニストとして華々しくデビュー。その活躍といったらもう奇跡としか言いようがないものだったわ。カイ君知ってた？全然知らなかった。20年も前の話よ。でもアジノがピアノ弾いている姿見たことないぜ。彼はデビューしてから5年後に不幸な事故に遭ってしまったのよ。え？左腕に大怪我して、ピアニストとして引退するしかなかったの。小学校で音楽の先生をしていたなんて。本気でアジノ先生を僕のピアノの先生にしようというの？もちろん本気よ、周平さん。私たちがここに来たのもアジノ宗介に巡り合うためだったのよ。残念ですが、私は役に立てそうもありません。私はもうかつての私ではないのです。どうかお引き取りを。すみません、変なこと言って。お母さん、行こう。あ、先生。ん？あの森のピアノ壊れてるけど音が出るんです。そのことは一度聞かれて答えたはずだが。でも本当なんです。あのピアノ、カイ君だけが音を出せるんです。カイ？嘘じゃないんです。僕この目で見たし、この耳で聞いたんです。僕も頑張って音を出そうとしたんだけど、どうしても出せなくて。なのにカイ君はなんてことなく音を出して、驚いたのはそのピアノの音色が、なんていうか、あんなドキドキするかっこいい響きは初めて聞きました。先生もきっと聞くことができるはずです。カイ君毎晩あのピアノ弾いてるらしいから。毎晩？さっさと片しちまいな。タラタラやってると飯抜くよ。はーい。おい、かい、レイコはどうしたんだよ。レイコは知らねえよ。ん？客に向かってなんだい、その態度は。俺の客じゃねえし、
なんだと？レイコの客はてめえの客だ。自分の立場が分かってねえみたいだな。ちょっとあんたやめなよ。そろそろレイちゃん来るからさ。うるせえ、ババアは引っ込んでろ。話せよ。こらえ。うっ。こらかい。仕事はまだ残ってるよ。一ノ瀬、本当なのか。できるならあの音をもう一度聞きたい。うわ、本当鍵盤が重いわ。普通に弾いたんじゃちゃんと音が出てくれないわ。これが噂の世界に一つしかないアジノソウスケ特注のピアノか。そう、あのピアノは文字通り私のためのピアノだった。あの事故が起こるまでは。現在の医療技術ではその左腕を元に戻すことはできません。もちろん普通に生活することは可能ですが、しかしピアニストとして大変残念ですが。事故から2月が過ぎようとしておりますが、依然アジノソウスケ氏は面会謝絶のままです。あの悪夢の事故で運転していた婚約者を失い、ピアニスト。大学の講師として迎えられた私だったが、何を聞いても何の感想も関心も持てなくなった。結局あの事故から10年後、私は名ばかりの名誉教授を解任された。ピアノの世界から離れることは悲しくも寂しくもなかった。だがなぜかふと最後にあの手放したピアノに一目だけでも会いたいと思ったんだ。ああ、あったあった、でかいピアノが。あのピアノの上でいつもストリップやっててさ、汚ねえ姉ちゃんまでお嬢様に見えたりしてな。ちょっとあんた待ちなよ。そのピアノ探してんだろ。知ってるのか。あれだったらキャバレーが潰れた時裏の森の中に捨てたって聞いたよ。私はどうしてあの事故の時。どうして死ねなかったんだろう。あれから3年、私はピアノのあるこの土地から離れられないでいる。今でも時々頭をよぎる。あの記憶から消えることのないピアノの音。本当にあのピアノの音が出せるというなら、聞かせてくれ。あの音。いくらなんでも、あんな子供の言葉を真に受けて。まったく呆れたな。どうかしている。この音は、そんな、まさか。
まさか本当にピアノが。先生が、どうして先生がここに？どう説明したらいいのか。実はこのピアノは私のピアノで。お前のじゃない！俺のだ！そうだ。今ではお前のピアノだ。おそらく世界でただ一人、お前にしか弾けない、お前のピアノだ。一ノ瀬。一緒にピアノをやらないか。え？この手は選ばれた手だ。ピアノが選んだ手だ。はあ、え？ふざけんな！俺がてめえなんかとピアノ弾くわけねえだろ！せっかく楽しくしてたのに邪魔しやがって、一体何時だと思ってんだよ！大体よ、アジノ。ピアノってのは一人でやるもんだぜ。一ノ瀬。綺麗なピアノ聴いたの俺初めてだよ。褒めすぎだよカイ君。僕なんかまだまださ。こんなんじゃコンクールで優勝なんて望めない。コンクール？うん、もうすぐ全日本学生ピアノコンクールがあるんだ。数あるコンクールの中でも一番レベルが高くて、ピアニストになるための登竜門とも言われてる。雨宮はそれに出場すんのか。やっぱりすっげーなー。今弾いたのがその課題曲、モーツァルトのピアノソナタ310。へえ、今のがモーツァルトか。で、このミミズがのたくったようなのはなんだ？これは楽譜っていう曲の設計図みたいなもの。ふーん。楽譜がわかればどんな曲だって弾けるようになるんだよ。そうだ、カイ君も覚えた方がいいよ。いいよいいよ、勉強は勘弁してくれ。でも、ああ、そういえば、ゆうべ森にアジノの野郎が来たんだぜ。え？いきなり腕つかみやがって、わけのわかんないこと言い出してよ。あげくの果てに一緒にピアノやらないかなんて言うんだぜ。え？冗談じゃねえぜ。あんな状況であんな奴と一緒に、ピアノが弾けるかよ。仲良しでもねえのに。それって、ん？それって、P
ピアノを教えてやるって意味だよ、きっと。ああ、それこそ冗談じゃねえ。頼んでもいねえのに何様のつもりだっつーの。すごいじゃないか。僕はそうお願いしたのに断られたんだ。ええー、なんでアジノにそんなこと頼むんだ。雨宮ピアノ弾けるじゃないか。弾けるだけじゃダメなんだ。僕には優れた指導者が必要なんだ。カイ君、これはチャンスだよ。この際本格的にピアノを習ってみるべきだよ。あのアジノ先生がそう言ってくるんだから、カイ君にはピアノの才能があるんだよ。ああ、僕のことは気にしなくていいんだ。もともとアジノ先生ちょっと苦手だったから。それに僕は断られたけど、カイ君は教えてやるって言われたんだから、気にしないで先生に教えてもらいなよ。バカ言うんじゃねえ。黙って聞いてりゃ勝手なこと抜かしやがって。俺は誰にも教わる気はねえ。ああ、雨宮、俺にアジノを押し付ける気だな。自分が習いたくねえもんだから。違うよ、カイ君。それに俺んちには習い事をするような金はないんだ。あ。俺、お前とは違うんだ。悪いけど。でも雨宮、アジノにこだわりすぎなんじゃねえの？本当に昔はすごいピアニストだったのかもしれないけど、今じゃみんなから煙たがられてるだけのケチな音楽教師だぜ。カイ君、ピアノ僕でよかったら教えてあげるよ。もちろんタダで。ほら、さっきのモーツァルト。サンキュー、アマミヤ。でももう覚えたからいいや。じゃあなぁ。一緒にピアノをやらないか。どうして私はあんなことを言ってしまったんだろう。あの世界とはとっくに縁を切ったはずじゃないか。お、一ノ瀬。これはモーツァルトピアノソナタ310。アジノ、まだ帰ってなかったのか。いい度胸だな。学校はサボっても音楽室には遊びに来るのか、それとも私を訪ねてきたのか。なわけねえだろ。モーツァルトの面を拝みに寄っただけだ。それがモーツァルトか。え、それはベートーベンだ。ちなみにベートーベンは、これレイちゃんの持っているオルゴールの曲だ。他にも有名な曲はいくらでもある。例えば、これは運命と言われる第五交響曲。それ知ってるよ俺。じゃ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 ーんだろ。なんだよ俺、いっぱい知ってんじゃねえか。じゃあアジノ、こいつは。彼はメンデルスゾーン。知ってる知ってる。なあなあ、こいつは？ショパンだ。ショパンも有名な曲がたくさんあるが、例えば子犬のワルツ。
声をかける隙もないでしょ。ええ、あんなに真剣な周平さんを初めて見ました。アジノ先生を、僕よりカイ君を、カイ君を選んだんだ。これはベートーベン。そしてベートーベンといえば、忘れちゃいけないのは運命。驚くよな普通。そしてこれがショパン、子犬のワルツ。モーツァルトもメンデルスゾーンも弾けるのに。どうしてショパンだけ。カイのやつ、5日連続で学校を休むなんてよ。来たら今度こそボックボクにしてやる。どうしたんだろうカイ君、5日も学校休むなんて。あ、カイ君。私に何か用か。先生、俺にショパンを、ショパンを教えてくれ。え、子犬のワルツが弾けないんだ。他の曲は全部弾けるのに、どうしてもショパンだけ弾けなくて。でもどうしても弾きたいんだ。弾き方だけ教えてくれ。わかった、教えよう。ただし条件がある。金ならねえぞ。私の条件は、お前がそれを弾けるようになるまで決して逃げないことだ。え？私から、そしてピアノから。なんだよその条件。分かったら明日、放課後、またここに来なさい。言っとくけど、ただで教えてもらうつもりねえからな。うわっ、なんだ雨宮かよ。ごめん、聞くつもりじゃなかったのに聞いちゃったんだ。いやー、かっこ悪い。これじゃ俺大嘘つきじゃねえか。でもよかったね、アジの先生にピアノ教えてもらうことになって。ほらカイ君、先生のこと認めてないようなこと言ってたから。認めてないはずないじゃないか。だって相手は超一流の元ピアニストだったんだから。別に今だって認めてるわけじゃねえよ。一曲どうしても弾けない曲があってさ。どっちにしてもアジの先生に習うきっかけになったんだから、いいことだよ。冗談、ずっと習う気ねえよ。いいからいいから、とにかくいいことだから。じゃあ明日。おう。いいことになったのならそれでいいじゃないか。僕が腹を立てる必要なんかないじゃないか。カイ君が悪いわけじゃないのに、どうしてこんなにスッキリしないんだろう。一体僕は。
くらえ、デブ。カイ君、手はダメだ。離せよ、雨宮。今日こそこの豚を締めてやるんだ。忘れたの？今日はアジナ先生のレッスンを受けるんだろ。手なんか怪我したらそれこそ大変じゃないか。この手はもう喧嘩なんかする手じゃないんだよ。話せよ、雨宮。じゃあもう喧嘩はやめるね。話せって言ってんだろ。カイ君、俺の手を俺がどうしようと、俺の勝手だろ。そりゃそうだけど、大事なレッスンが控えてるのに。黙れよ。これまでとは違うんだよ。余計なお世話だ。僕はカイ君を心配して。心配したけりゃ自分の心配しろよ、雨宮。そんなに手が大事ならてめえのそのやわっちい女みてえな手を命がけで守ったらいいだろ。わかった。そうするよ。僕はもう僕の心配だけするよ。お？なあ、教えろよ、カイ。レッスンってなんだよな。うるせえ。てめえに教えることなんか何一つねえよ、この金玉ピラピラ野郎。やめなさい。やめなさい。アジノはここに住んでんのか。一ノ瀬、レッスン室はこっちだ。大家さんが娘のピアノの練習にと作ったプレハブだそうだ。今は物置に使っているが、防音もしっかりしているそうだから安心して練習できる。とりあえず普通のピアノになれることだ。それじゃあ一ノ瀬、私が弾くから音を覚えなさい。これ曲じゃないよ。指の練習曲だ。音階のな。弾いてみなさい。そうそう、最初はゆっくりでいいから、そのまま続けて、音だけ保てばいい。同じフレーズを音階を変えてただただ繰り返す、指の運動だ。単調だしメロディーがあるわけじゃないから感情も入れられない。お前にとっては最も楽しくないピアノだ。やってらんねえ、頭がおかしくなりそうだ。なんか鍵盤が歪んで見えてくる。歪んでる鍵盤が。どうした一ノ瀬、やめてもいいんだぞ。ピアノも好き勝手に弾くのなら楽しいけど、レッスンは本当に大変だ。雨宮はずっとこんなことをやってきたんだ。僕はカイ君とは違うんだ。遊びでピアノを弾いてるんじゃないんだ。僕はピアニストになる目標がある。カイ君とは違うんだ。おはよう、雨宮。昨日はひどいこと言ってごめん。
謝るよ。謝ることないよ、一ノ瀬くん。え？おせっかいなことをした僕が悪いんだ。人の心配なんかしてる場合じゃなかったのに。俺、レッスンが大変だってこと分かったんだ。だから雨宮が。大変じゃないよ、目標があれば。雨宮。つまんねえ。こんなこと一体何日続けりゃいいんだろう。雨宮も怒ったまんまだし。お、お。へえ、天窓があったんだ。そっか、月はどこにでも出るんだっけ。全日本学生ピアノコンクール。ええ、うちのクラスの雨宮修平くんが出場するらしいんですが、出られるだけでも名誉なことなんでしょう。ええ、まあクラス担任として私も鼻が高いですわ。気休めにしかなんねえかもしんねえけど。ここは森。そして、これは森のピアノ。あれ？音がちょっと違う。森のピアノはもう少し、もうちょっとこう。あ、そうだ、こんな感じ。もっと早く、もっと、もっと、もっと。そこまで。あ、アジのいつからそこに？もういいぞ、一ノ瀬。え？合格だ。え？やったー！よし、よし、よし！そのまま続けて、子犬のワルツを弾いてみなさい。え？でも俺、まだショパンの曲の弾き方を何も教わってないぜ。いいから弾いてみろ。もう弾けるはずだ。弾けるわけねえっつーの。集中しなさい。ショパンが弾けてる。ショパンの曲は力ではなく柔軟性と運動能力を必要とする。普通のピアノが弾けるようになればショパンは弾けるんだ。やったー、やったやったー、俺ショパンが弾けたよ。よかったな。アジの取引だ。ん？言っただろ、タダで教えてもらうつもりはないって。今度は先生の望みを俺が聞く番だ。俺に何をしてほしい？もちろん金のかからないことだからな。それじゃあ、ん？全日本学生ピアノコンクールに出場してもらおう。え？予選の課題はモーツァルトのケッヘル310。ちょっと待てよ。俺にピアノコンクールに出ろっていうのか？そうだ。マジかよ。もちろん。俺がコンクールだなんて冗談でも考えられねえよ。だいたいピアノコンクールなんて楽器の頃からレッスンしてる坊ちゃんや嬢ちゃんの行事じゃねえか。なしなし、そんなふざけた要求は飲めないね。そうか、残念だが仕方ないな。
もっとまともなことにしてくれよ。俺だってせっかくやるんだからさ。それ以外は特にない。あ、ちょっと待ってよ。ないってどういうことだよ。真面目に考えろよ。なんかあるだろ？掃除とか、お使いとか、犬の散歩とか。そういうことなら、別に、お前でなくてもできるじゃないか。せっかく一ノ瀬にやってもらうのに、掃除やお使いなら、私にだってできる。犬は飼ってないしな。待てよ！ん？いいよ。よくねえけど、コンクールに出ればいいんだろ？本当にいいのか？気が進まないなら、やめといた方がいいぞ。しょうがねえだろ？他に要求がないんじゃ。コンクールの予選は10日後だ。手続きは私がやっておく。チュルーンと引いて、ドカーンと恥をかけばいいんだろ？それじゃあ、楽しみにしておこう。嘘だろ。今日のレッスンは5時からよ。先生をお待たせしないようにね。わかってる。おばあさまの具合も随分良くなったから、ここともうじきお別れね。え？驚いた？コンクールが終わったら東京に戻ろうと思ってるの。そうか。コンクールが終わったら。カイ君とも。そんなことどうでもいい。今はコンクールのことしか考えるな。一ノ瀬くん。一ノ瀬くん、また来てないの？サボりよ。一体何してんのかしら。カイ君、また森のピアノを弾いてるんだろうか。それは遊びで弾けるならきっと楽しいと思うよ。そうなんだ。君が言ったように、僕たちは住む世界が違うんだ。どうしたの、野宮さん。周平さん。あ、実は、あなたには内緒で、アジノ先生にコンクールの審査員になっていただくよう、お父様に手配してもらってたの。先生に？どうして？だって直接周平さんのピアノを聴いてもらえば、いくら先生でも無視できないと思ったのよ。そんなこと先生が引き受けるわけないよ。ご辞退なさるって今お父様から連絡があったわ。やっぱり。それでアジノ先生の辞退の理由なんだけど、自分の教え子がコンクールに出場するらしいのよ。え、審査に公平を欠いてはいけないので辞退させていただきたいって。どういうこと？わからないわ。でも確かにそうおっしゃったんですって。カイ君。あ、周平さん、待ちなさい。アジノ先生の教え子と言ったらカイ君しかいないじゃないか。誤解していた。まさかカイ君がピアノコンクールに挑むほど本気だったなんて。何の騒ぎだ？子供が捕まってるようですね。ほら、どうすんだよなあ。謝ったじゃないですか。謝って済むかよ。てめえがぶつかってきたからこのズボンが汚れちまったんだろ。クリーニング代として10万円払ってもらうぜ。
その程度の汚れで10万なんて。この程度で10万ここではかかるんだよ。僕は。なんだその目は。僕は一ノ瀬海君に会いに来たんだ。海？海に何の用だ。私の大事なお客様に何すんのさ。何もしてねえよ。からかっただけだ。大丈夫？なんだよレイちゃん、いくら老け切ったってこんなガキまで相手にしてんのかよ。バカ言わないでよ。彼はカイの大切な友達だよ。カイ、お友達が来てるよ。出といで。あなた天宮周平くんじゃない？はい。私レイコ、カイの母親。え？天宮。カイ君、ここから？そう、俺はこの窓から降りてピアノを弾きに行くんだぜ。降りてって？この木を伝わって降りるんだ。え？いいだろう。カイは3歳の時にその窓から下に落ちたの。はい。あ、すみません。あの、ん？窓から落ちたって。そう、そりゃもう死んだって騒ぎで探したら、カイのやつ一体どこにいたと思う？あのピアノの上で遊んでたのよ。森の木が守ってくれたの。その時からあのピアノはカイのおもちゃになったってわけ。毎朝毎晩暇さえあれば、時には寝泊まりするありさまよ。ありさまって言うの？僕は言われるままにピアノを習ってきたのに、カイ君は。カイ君にとってピアノって。シュウちゃんもピアノを弾くんでしょ？え、カイからずっと聞いてたのよ。ピアノを弾く友達ができたって。これからもカイのいい友達でいてね。は、はい。レイちゃん、仕事だよ。支度しな。はーい。天宮、外へ出ようぜ。コンクール出るんだね。あ、それ説明しようと思ってたんだ。天宮が嫌な気分になったら困るから、ちゃんと理由話さないと。嫌な気分になんかならないよ。小さい頃ピアノは僕の敵だった。レッスンのために犠牲にするものがたくさんあったから。ピアニストの家系に生まれたことを呪ったこともあった。でも仕方ないんだ。それが僕の運命なんだから。僕にとってピアノってそういうものなんだ。カイ君にとってピアノって何か今日ちょっとだけ分かったような気がする。天宮。あ、これで思いっきり勝負ができる。待てよ、理由を聞けよ。あんまりバカバカしくって真面目に相手する気なくなるって。理由なんて関係ないよ。コンクールに出るからには全力で勝負する。コンクールに対しても僕に対しても、それが最低限の礼儀だと思う。約束してくれるよね？うん、わかった。こんな時間までうろついていたら明日学校に行けないぞ。なあアジノ、コンクールで俺が全力で勝負できるように
手を貸してくれないか。もちろん、そのつもりで音を調整していたんだ。これが楽譜。で、これが、それを演奏したやつだ。古いテープだから録音状態が悪いが、モーツァルトのピアノソナタ、ケーヘル310に違いない。これ、昔のアジノが弾いてるの？そうだ。今の私が弾くよりマシだからな。一ノ瀬くん、じゃあ次読んで。一ノ瀬くん、また寝てるの？おい、起きろよ、カイ。起きろったら。おい。そこまで。え？私の真似が随分上手くなったな。わかる？人真似をして、お前楽しいか？うまく弾ければ楽しいぜ。この前渡したテープを返しなさい。こんなものはもう、聞くな。うわ！大事なテープを！モノマネでない、誰のピアノでもない、お前のピアノを弾きなさい。お前のケーヘル310を弾くんだ。とっとと自分のものにしないと、あの世のモーツァルトが楽譜を返せと言ってくるぞ。人のピアノとか自分のピアノとか言われたって俺にはよくわかんねえよ。わかるさ。本物の自分のピアノが弾けたなら、最高の気分が味わえる。自分のピアノってなんだよ。自分のピアノが弾けないなら、楽譜を返してくれないか？うわ、早速出やがった。くっそえ、自分のピアノは弾けたのかい？コンサートで恥かくぜ。ねえねえ、君は出ない方がいいんじゃない？日に日に増えやがって。この野郎！そして僕たちはコンクールの日を迎えた。準備はいい？そろそろ出かけましょう。ひどいんですよ、帰ったら。コンクールがあるなんて昨日までずっと黙ってたんですよ。そうなのか？だってレイちゃんに言ったらレイちゃん喜ぶだろ。ほら、別に喜ぶようなことじゃないのに。いいじゃない、コンクールなんてすごいわよ。かいきの地区予選を経て全国大会に行けるのは一人だけなんです。全国大会？ええ、それで晴れてピアノの日本一が決まるんです。日本一？カイがまさか日本一を狙うようなコンクールに出るなんて。バカ言ってんじゃねえよ。ん？俺は日本一を狙うどころか。ん？まだモーツァルトのお化けが出るのか？笑ってんじゃねえ。だいたい誰のせいだと思ってんだ。どうしたの？ちょっと出場者の控え室とやらを覗いてくるから。雨宮が来てるかもしんねえし。
マミヤ、アマミヤ、まだ来てねえのか。最悪だわ。どうして中部南地区に雨宮周平が出てくるのよ。あいつって関東地区じゃなかったの？白石。はい、半年前のデータでは確かに。こいつが出るならこいつが一番じゃない。こういうことはやってみなければ最後までわかりませんから。わかるわよ。だってこいつ雨宮陽一郎の息子じゃない。どうせやる前から優勝は決まってんのよ。こんなコンクール出たって意味がない。じゃあやめろよ。うるせえんだよさっきから。てめえがピリピリすんのは勝手だけど、腐った口でいい加減なこと言うなよ。いい加減なこと言ってなくてよ、今回の大会雨宮周平の優勝で決まるよ。かもな。でもそれはお前の言ってるのとは違うぜ。雨宮が優勝するのは雨宮の実力だ。あいつだけの力で優勝するんだ。お、雨宮。あ、カイ君。カイ君、早かったね。お。あいつ何者？野々村花代先生、山口千恵先生、平本隆一先生、以上12人の先生方によって審査が行われます。ではこれより小学生の部に入ります。1番榎本理香さん。予選課題曲モーツァルトピアノソナタ第8番異端調ケッヘル310です。自分のモーツァルト？誰かのモノマネではなく、一ノ瀬のピアノを弾くようにと言ってあるんですよ。今必要なものは全て本人が持っている。それじゃあ簡単じゃない。ん？森のピアノを弾くようにすればいいんだもの。はあ、それができれば苦労しねえぜ。簡単に言ってくれるぜ、チキショウ。ん？あ、うん、ゲッ、クソお嬢様、なんでだ。おい、どうしたんだよ。ビビってんのか？ビビってないわよ。これは悔し泣きよ。雨宮周平のせいで地区優勝して全国大会に行くって目標が。雨宮のせいにするな。え、だいたいお前みたいな甘ったれたやつが雨宮と張り合うなんておかしいんだよ。雨宮は日本一になる男だぜ。そのためにあいつ小さい頃からずーっと辛いレッスンを続けてきたんだから当然さ。見たの？え、辛いレッスン見たの？見ちゃいねえけどさ。じゃあ私のレッスンは？タカ子のレッスンを見たことはある？あるわけないだろ。わかんないくせに。どうしてそんな悪魔みたいなこと言うの？悪魔？タカ子だって頑張ってるのに。じゃあ言い過ぎた。なあ、タカ子？絶対に失敗したくない。どうか失敗しませんように。念じて弾くのにいつも上がってしまって。そんな余計なこと考えてたら集中して弾けねえだろ。わかってるけどできないのよ。しょうがねえな。集中してできる方法が一つだけある。え？考えんだ。お前が一番落ち着く場所イメージすんだ。今お前はその場所にいる。目の前にはピアノ。お前とピアノだけ。トイレ。え？たくしょうがねえな。こんな時間がない時にさっさとしてこいよ。違うわ。一番落ち着く好きな場所よ。便所？
タカ子のトイレはもっともっと大きくて綺麗で、こんなのとは全然違うわ。贅沢言うな。想像するだけなんだから少し我慢しろ。俺の場合は森だったけど、その場に草一本なかったんだぞ。うん、やっぱりダメよ。ウェンディがいないもの。なんだウェンディって。犬のウェンディがそばにいないとダメなの。犬だとは、犬なんかどこにもいねえよ。わかってるけど、トイレの中でウェンディのサラサラの毛を撫でていると、落ち着いて落ち着いて、そう、サラサラした、こんな色した、いい、いい、ウェンディ、うっそ30番から37番の方、ステージ裏に準備をしてください。周平さん、あなた31番よね。うん。高子様、どうしましょう。もう時間だというのに。高子様、時間みたいだぞ。うん、できるか。わからない。できるさ。カイ君、一体どうしちゃったんだ。続きまして31番、雨宮修平君の演奏です。の、天宮君。はい。周平さん。ピアノの神様、僕を一番に。ピアノだ。すげえよ、雨宮。すっげえかっこいい。一つもミスがなかった。完璧だ。周平さん。
君、僕はきっと君に勝った。やっぱり勝負服は雨宮みたいな長ズボンだよ。半パンじゃどうしたって。いや、雨宮周平のピアノ完璧だったね。うん、でも関係ねえよ。タカ子はタカ子の一番のピアノを弾けばいいんだ。うん、分かってるわよ。ウェンディ、敵は私の中にいる。分かってる。ウェンディ、次の演奏は33番丸山タカ子さんです。タカ子、いつもトイレでウェンディと弾いてるやつだ。うん。お嬢様。集中して、集中して。ウェンディ。お願い、助けて。ウェンディ、お願い、助けて。ウェンディ。ウェンディ。今回はレベルが高いですね。やったじゃん、完璧な便所姫だったぜ。うん、完璧、ありがとう。あんたって、あんたって、最高！話せ！先生、どうしよう。もうすぐ会の番だわ。なんか、すごくドキドキして。見たいのに、すごく見たいのに、涙が止まらなくなっちゃって、見れなかったらどうしよう。一ノ瀬、わかっているな。お前の敵は、モーツァルトなんかじゃない。お前の敵は、お前自身だ、一ノ瀬。ただいまの演奏は、36番、佐々木舞子さんでした。海君。続いての演奏は、37番、一ノ瀬海君です。勝負だ。頑張れ、ウェンディ。カイ君？ウェンディ？カイ？くそ。出やがったな。
モーツァルトども。くそ、もともとてめえらなんか俺が作り出した化け物じゃねえか。こんな奴ら一人残らず。蹴散らしてやる。カイ君、すごい。ウェンディ、上手。うまいね、この子。誰？しまったぜ。モーツァルトのお化けに気を取られて、こんなのアジノのクソピアノの真似っこじゃねえか。呆れたな、最後のチャンスだったのに。いよいよ楽譜は書いてもらうぜ。ものにはできなかったんだからな。ほら返せ、たくそ。返せ。カイ君、カイ、バカバカ、ウェンディやめちゃダメ。嘘だろ、カイ君どうして。まだミス一つしていないのに。このまま最後まで引けば。お前らの騒いでるケッヘル310なんて返してやる。一体何を。俺は俺のケッヘル310を。一緒に行こう、森へ。
いけた。僕は負けた。本当は分かってたんだ。どんなに頑張ったって僕の負けだって。森で最初に君のピアノを聴いた時から分かってたんだ。レイちゃん、俺弾けたよ、自分のピアノが。どうだ一ノ瀬、最高の気分だろ。ううん、全然。んそんな甘っちょろいもんじゃないよ。ウェンディー、タカコ、ウェンディー、すごい。どうしてあんなピアノが弾けちゃうの。ウェンディ、これより12人の審査員の方々により審査が行われます。予選通過の発表は受付ロビーの掲示板に貼り出しますので、もう少しお待ちください。ちょっと待って、あと、うん、見える。お、うん、33番、37番、33番、37番、33番。あ、キャー、ありました、あったありました、お嬢様。37番、37番、37番、ない。あった、あったわ。白石ウェンディ、そうだ、どうしてウェンディが落ちるの。きっと何かの間違いよ。そんなことねえって。だって頑張れよ本戦。ウェンディ、それ本当なの。ええ、点数は発表されなかったけど、間違いなく周平さんが予選トップよ。そうじゃなくって、カイ君が予選落ちって。ええ、でもそんなに驚くことじゃ。だって楽譜を無視した好き勝手な演奏だったし。あ、周平さん。一ノ瀬にはかわいそうなことをしました。彼のピアノには順位はつけられない。コンクールの枠にはまらない。企画サイズではない。残念だが、これがコンクールの限界なんです。カイなら大丈夫、すぐケロッと元気になるから。カイ、風邪ひくよ。もう気持ちいいよ。もうこれから本腰入れてへこむ気じゃないでしょうね。一ノ瀬さん。はい。一ノ瀬よ、いや会を世界に出してみませんか。え？彼のピアノは日本では狭すぎる。だから世界に出しましょう。私が会を世界に連れていく。会くん、先生。たった今帰ったよ。そうですか。予選突破おめでとう。あれほど完成度の高いピアノはめったに弾けるもんじゃない。ありがとうございます。
先生。ん？僕にもカイ君のように人を感動させるピアノが弾けますか？いつかは弾けるようになりますか？君はもっと自分のピアノを好きになった方がいい。そうすればきっとわかる。誰かと比べる必要なんてないってことが。いいピアノだった。それでは雨宮君にもう一度大きな拍手。素晴らしいお知らせの後にとても残念なお知らせをしなくてはなりません、うん、その雨宮君が急ではありますがまた元の東京の小学校に戻ってしまうことになりました。え、それじゃあ雨宮君、短い間でしたけどみんなのこと忘れません。ありがとうございました。それでは失礼します。じゃあ行きましょうか。周平さん元気でね。天宮くん。はい。あ、カイくん、お母さん先に行ってて、カイくんに話があるんだ。ごめん、つい言いそびれちゃって。いいんだ。それより本戦絶対優勝するんだろうな。え、雨宮約束しろ、必ず日本一になるって。一番じゃないと絶好だぞ。うん、本当は君が一番だったのに、僕は確実に君に負けてたのに。どうしたんだ雨宮。分かった、約束するよ。カイ君以上の強敵がいるとは思えないもの。バカ言ってんじゃねえよ。雨宮、本戦を甘く見るなよ。ほら便所姫、あいつは強敵だからな。うん、分かったよ。俺雨宮いなくなるとすっげえつまんねえ。超つまんねえ。カイ君。あ、じゃあ約束だからな。日本一絶対だぞ。俺ずっと天宮のこと自慢にすんだから。カイ君、天宮頑張れ頑張れ頑張れ。ありがとう。もし僕が君に出会っていなかったら、僕はきっとピアノが嫌いになっていた。あ、森。Thank you.
月の輝く夜が窓辺まで来てる。ここにかけてた鍵を外した。痛みさえもいつかは思い出と変わるから、優しい夢を見ながら眠りたい朝が来るまで。幸せな夜が